本草学は中国及び東アジアで発達した医薬に関する学問である。ハーブ医薬のアンティークセレクション進化以後、陸朝にかけて新鮮思想が発達して法術が盛んになると新鮮化の薬と以下の薬とを区分する必要性が生まれた。その頃に法術の薬を指すものとして本像という用語が生まれたとされる。その意は、臭い死のせいに、 本づくものであるという。よって、単に薬草のみを指して、本蔵というわけではない。本蔵の後の文献上の所見は、勘定巻十五講子シリング下であり、紀元前三十一年に上に、硬上奉仕者福助本蔵町小七十あまり人見なき屋とあり、放棄ら新鮮を説く、者たちと共に、本蔵町七十四人を名職にしたという記事が、見える。ただし、 漢定巻三十芸文史には、本蔵という名を持つ署名は見られない。寮の刀高系は、新能本蔵業に補充を加えて、730種の役名を記録し、本蔵学の基礎を築いた。あと、659年になって、新州本蔵が直線され、刀高系の書に、む改めが加えられた。宋代には、974年に、書いたから本蔵、 千六十年に、歌勇補中本草、1 0十一年に、図教本草が成立した。また、東誠美は千八十二年に、手のひらしと素師の二章を合わせもみして、書類本蔵を選し、処方を加えた。千百八年の、大観本蔵は、当時の書に、重厚本草の説を補足した。さらに、千百十六年の、西和本蔵では、大観本蔵の図を縮みまして、 利用の瓶を測った。また同年には本蔵演技が成立している。1159年の商工本蔵は本蔵演技と同様実用性を重視して編纂された。秋代の1596年に理事鎮が表した本蔵項目は本蔵学の集大成であり1871種の役所を収録している。日本の本蔵学にも大きな影響を与えた。 日本の本草学については、博物学本草学で述べる。主に人間、鳥、魚、獣、それ以外を虫として区別する。例えば、マムシになぜ虫がつくかというと、蛇は虫に区別されるからである。ありがとうございます。